小ぎうえは、日本の評論家、編集者で、特定非営利活動法人、ストップいじめ。ナビ代表理事、ラジオ番組、小ぎうえセッションパーソナリティをそれぞれ務める。テクスト論、メディア論を専門とする。小ぎうえは、ハンドルネームで、自身が好む、漫画、原始権の登場人物、小ぎうえかから由来している。兵庫県明石市出身。 小学2年生の頃に埼玉県に引っ越す。埼玉県立浦安西高等学校を経て、成城大学文芸学部で石原千明に指示した後、東京大学大学院情報学館、学際情報学部で石田秀隆に指示して、修士課程を修了する。IT 企業勤務を経て、2009年に芹沢和也、飯田康幸と共に株式会社、シノドスを設立し、 シノドスプランナー兼メールマガジン、アルファーシノドスの編集長を務める。同社には、社会哲学者の橋本勤む、政治学者の吉田徹る、経済学者の安田洋介も、アドバイザーとして参加している。2018年3月31日に、シノドス編集長など、関連職を辞する。現在は、正常トランスカレッジを改めた、おぎゆえ式、ブログ、トラカレ、 内藤朝雄 HP いじめと現代社会ブログ、ジェンダーフリートは、などのウェブサイトやブログを運営し、インターネット配信、シンポジウム、セミナーなどの司会、編集者として活動する。評論家として、インターネットの諸問題、いじめ、フェミニズム、メディア論などを得てとして扱い、日本の政治、日本の経済、サブカルチャーなど幅広く言及している。 TBS ラジオでニュース探求ラジオディグを経て2013年4月からラジオパーソナリティを務める小木ウ知紀セッション -22 で2016年に第53回ギャラクシー賞ラジオ部門 DJ パーソナリティ賞を受賞した小木ウ知紀セッション -22 は日本民間放送連盟賞ラジオ制ワイド部門優秀を2015年2016年 2017年に受賞し、2017年1月17日放送の薬物報道ガイドラインを作ろう。が、第54回ギャラクシー賞ラジオ部門大賞を受賞した。滋賀県大津市で2015年度にいじめの防止に関する行動計画の評価にかかる懇談会委員。2016年度にいじめの防止に関する行動計画の策定等にかかる 懇談会委員をそれぞれ務めた。自身が小中時代にいじめにあっていたことも告白しており、自分の苦しさの原因を咀嚼するために、いじめについて研究したり、エッセイに書いたりして苦しさを言語化することで救われてきました。と語っている。2015年から、うつ病を患ったことを雑誌、暮らしの手帳内の連載、未来メガネやラジオ番組で明かしている。 2017年12月に、生来の頭髪が茶色い学生に黒く染めることを求める指導が報道で注目を集めると、ブラック拘束をなくそうプロジェクトのスーパーアバイザーとして情報を発信した。ISBN 978から4から759211030。ありがとうございます。